その地向けで賄えるくらいの正解だから生まれてくる身とかもそんなに大したもんじゃない。Oh!
やらせていただいてます。バンド名、二之助ガーデンです。そんなわけないですね、そんなわけないです。本当にね、大輔さんともね、いっぱいやりましたね、バンド、数少ない期間でしたけど。びっくりします、もう4回目とか5回目ぐらいですよね、半年間で。ガクさんとはこれで初めて、最初で最後で。じゃあちょっとこの場を借りて、ちょっとまあ自分が言うのもなんですけど、ちょっと言いたいことを言わせていただきます。じゃあまず1年生と、どうですか、卒コン楽しいですか？ねえ、俺2年生でちょっと本当に頼りない先輩だけどさ、今の4年生が卒業して俺3年生になってさ、ねえ、ねえ、頼りない先輩だけどさ、ついてきてください。先生のみんな、同年代だからいろいろ言い合えることとかあるし、そんなサークル長とかそういう役職も俺やってないから、そんな頼りないけど、一緒にいいサークル作っていこうね。3年生ってさ、いよいよ4年生ってことで、ちょっと名前切ったりするかもしれないですけど、よろしくお願いします。4年生の皆様、本当に卒業おめでとうございます。なんか俺、大学でこうやってバンドとか始めて、4年生いなかったらこんなになってないと思うし、ここでライブすることもなかったと思うし、なんか4年生に甘えてばっかりやったけど、少しでも成長してる姿見せられたらいいなって思って、始まらないで4年生はそれぞれ自分の道を歩んで頑張ってください。応援してます。だけ俺の話を聞いてください。多分、なんて言えばいいでしょう、慶応に入ったのが俺多分最近だから、昔のこととかよくわかんないんですけど、でもすごくすごく楽しくて、なんかずっと友達がね、大学の時いなかったんですよ。俺2人ぐらいしか。てか知ってるよね、ほんとほんと2人ぐらいしかいなくて、で、ヒロ君が俺のこと誘ってくれて、最初モノのフレームって形で始まったんですけど、入った時はもう、なんて言うんでしょう、4年生も仲良くしてくれて、下級生もずっとみんな多分俺のこと知らないのになんか話しかけてくれたりして、スメちゃんなんてすごいかっこいいですよなんて言ってくれて、全然そんなことないのに、ありがとう。本当、なんで最初から慶応に入ってなかったのかななんてずっと思ってて、優斗にはずっと話してるんですよ。でも多分俺こそ最初嫌いだと思うね。お前嫌いなんだ、超嫌いだ、うん、でも今本当にみんな仲良くしてくれて、俺それがそんなってもすごい幸せで、すごい時間がもう早くて、もうとってもとても楽しかった。それだけです、本当に。俺の大好きな人の言葉を借ります。今泣いてる人がいるけど、それはとってもいいことです。そのままでいてください。フルカラープログラム。
きたここはまた今絶対